熊野北るシーン英和師匠は、和歌山県海南市で活動している、ローカルヒーロー。海南マン滞納ダのだる2012年に、海南市の PR ソングとして市民が作詞、おかげさまブラザーズの金太、ミーノが作曲した、海南マンのテーマが作成された。以降歌やダンスは知られていたが、主役である海南マンは姿を見せなかった。その後2013年8月に行われた、 ふるさと海南祭りにて、ヒーローとしての海南マンが登場。しかし青い衣装を身につけている者の,の素顔をさらしたまま、さらに悪役との戦いではあっさりと負けてしまい、観客は呆然。日本一のヒーローを目指すため修行をすると言い残して、姿を消したという。その後は目立った活動はなかったが、2014年になり、正義のヒーローに進化したとコメント。 8月に開催されたふるさと海南祭りにて、熊の来たる神、英和師匠として復活した。海南市の人々をだる神の妖術から旬護するローカルヒーロー。全身は海南市の海をイメージした青を基調とし、胸には鈴木家の紋章が光り輝く。左肩には熊の神の使い、八タガラスが鎮座し、腰には海南の日用品産業のルーツ。 シルバーのたわしが備わっている。名前の由来は、熊野から北上と和歌山の方言で、英和塩から。本名、鈴木古道。1978年8月13日生まれ。普段は、サラリーマンとして働いている。既婚、人の悪しき心が生み出した妖怪。ありがとうございます。